スノーメンは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの2012年クリスマススペシャル。2012年12月25日に BBC1 で、初放送され、2005年に始動した新シリーズの、クリスマススペシャル第8作となった。脚本は、筆頭脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファット、監督は、サウル・メッツ・スタインが担当し、 ウェールズのニューポートとサウスウェストイングランドのニューポートで撮影された。舞台はビトリアーサで異星人のタイムトラベラー11代目ドクターの隠居生活が描かれる。彼は増殖する謎の生きた雪だるまを調査して暴くせいに突き動かされ、同じく雪だるまを調べていたガバネスのクララ・オズワールドと出会う。サイルリアンのマダムバストラと彼女の妻である人間。 ジェニー・フリントラの力を借りて、彼らは、雪だるまの背後で、グレート、インテリジェンスとシメオン博士が暗躍していることを知る。本作では、ダーレク収容所の登場人物が、ドクターのコンパニオンとして、再登場を果たし、彼女の正体を探る、第7シリーズ後半のストーリーアークの幕開けを担う。ターディスのデザインやドクターの衣装も一新され、タイトルシークエンスとテーマ曲も、 ドクター風50周年に間に合わせて変更された。イギリスでの視聴者数は987万人に達し、12月25日の番組では4番目に多く視聴された。批評家からのレビューも肯定的で、クララの登場は多くの批評家に称賛された。しかし、プロットには致命的と指摘される部分もあった。グレート・インテリジェンスは1930年代を 舞台にしたザ・アボミナブル・スノーメント1960年代を舞台にしたザ・ウェブ・オブ・フィアーで2代目ドクターと対峙している。グレート・インテリジェンスは両作でロボットの雪男を肉体として使用していた。ザ・ウェブ・オブ・フィアーでの出来事はスノーメンでも言及されており、11代目ドクターが1967年のロンドンの地下鉄路線図が記されたブリキカンを シメオン博士の研究所でグレートインテリジェンスに見せている。この時グレートインテリジェンスは I do not understand these markings と述べている。ドクターは続けて地下鉄が都市生活の致命的な弱点であることを指摘しており、これは未来の雪男が地下鉄を介してロンドンに襲撃することに触れている。ジェナルイーズ・コールマン・コールマンは ダーレク収容所でオズウィン役をすでに演じていたが、本作に登場するクララとつながりがあることは、彼女がオズウィン同様スフレに興味を示すまで明かされなかった。ドクターは、冒頭でクララに呼び止められた際にゾーズワーザ・デイズと返事をしており、これは第6シリーズ、子連れのコンパニオンで常に生き残るドクターの傍らにいるのが一番安全だと主張するクレイグに対して、 ドクターが告げたセリフと同じである。最終シーンの墓地ではクララがオズウィンと同じ名前を共有していることが明らかになり、ドクターは彼女たちが同一人物であると推測する。墓地に刻まれた日付からクララの誕生日は11月23日であり、これはドクター風の放送が1963年に開始された日付と一致する。脚本家のスティーブン・モファットは クリスマススペシャルを最高の質にしたいと主張した。本作では、仙台コンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズを失ったドクターのその後が描かれており、モハット曰くドクターは友情の先に待つ死別を避けるために一人で痛がっている。モハットはエピソード冒頭の引退したドクターの登場シーンを1963年の初代ドクターになぞらえた。また、 モファットの考案した引退したドクターというアイディアは、1970年代にダグラス・アダムズが提案したが、当時の制作チームに却下されたアイディアを元としている。第7シリーズ前半5話のテーマを引き継ぎ、スノーメンは映画風に宣伝された。ラジオタイムズで公開されたムービーポスターには、ドクターとクララがターディスまではしごで登る様子が描かれている。スノーメンではシリーズに、 複数の大きな変更が加えられた。本作からターディスの新たな内装が登場し、タイトルシークエンスとテーマ曲も一新された。新しいタイトルシークエンスには、ドクターの顔が一瞬映っており、クラシックシリーズの最終話であった1989年のサバイバル以来の演出であった。モファットは、ターディスのデザインが次第に気まぐれになっていると指摘し、 機械というよりも神秘的な場所に近いと述べた。ターディスの内装はシリーズ制作デザイナーのマイケル・ピック・ウードが担当した。彼曰く新しい内装は暗く塞ぎ込んだ雰囲気になり撮影時にコントロールルームを展望しやすいように設計された。またドクターはビクトリア・サカゼの衣装をまとっており、ドクター役の俳優マット・スミスはアートフル・ドジャーのようだとコメントした。 モファットは新しい衣装について彼の人生の別のフェーズに入ったとして彼の前身だと表現した。また、第7シリーズ前半までよりも成長した印象と父親のような印象を抱いたという。この衣装はハワード・バーデンがデザインした。また、スノーメンにはドクターの衣装を含めシャーロック・ホームズへの言及も複数含まれている。モフットはマーク・ゲイティスとに BBC のテレビドラマ、シャーロックを制作しており、スミスもドクター役に決定する以前に、ワトソン博士役のオーディションを受けていた。さらに、そのシーンでの付随的な音楽は、シャーロックのテーマ曲と類似している。リチャード・イーグラント以前第7シリーズ第1話、ダーレク収容所に出演したジェナルイーズ・コールマンが、本作で再出演した。コールマンは、マット・スミスとの相性が良かったため、 特に彼よりも早口で喋ることができたために配役された。彼女はダーレク収容所のオズウィン役ではなくクララ役でオーディションを受けており、二人のキャラクターを同一人物にするというコンセプトはクララ役のキャスティング中に考案された。制作チームは試写会に出席した報道陣やファンにダーレク収容所の放送までコールマンの出演の公開しないように要請し、 この取り組みは成功した。モファットは、新コンパニオンの初登場を、これまでと違うように見せたいと考え、物語も、ドクターと、新たな人物の出会いで、新たな始まりを迎えるように、したいと主張した。スミスは、クララのエイミーとの違いが、ドクターの別の側面を視聴者に見せることになると述べた。コールマンは、クララとドクターの冒頭の受け答えに触れ、彼女を気楽に飛んで、 恐れのない人物だと評した。なお、ドクターの旅のコンパニオンとなるクララは春に放送されたセント・ジョンの鐘まで本格的に登場せず、スノーメンでは終盤のカメオ出演に止まっている。コールマンはクララの謎に結末がもたらされると信じて、それぞれのクララを演じた。イアン・マッケランまた、ネーブ・マッキントッシュがマダム・バーストラ役、ダンス・ターキーがストラックス役、 カトリン・スチュワートがジェニー役で再出演した。これらの登場人物は以前第6シリーズドクターの戦争に登場し本作と前日端で再登場した。ジェニーとバストラは人気が高くモファットは彼らをテーマにしたスピンオフ作品の制作も検討したが時間が限られていて実現には至らなかった。その代わりに彼はメインシリーズへの再登場を決定した。 リチャード・イ・グラントは2005年に新シリーズが始動するまではクラシックシリーズの続編とされていたスクリーム・オブ・ザ・シャールカで新シリーズとは別の9代目ドクターを演じたほかモファットが執筆したチャリティ・スペーシャル・ドクトル・フー・アンド・ザ・カーズ・オブ・フェータル・デースで別の10代目ドクターを演じていたスミスはグラントについて生まれながらのドクター・フーの悪役だ 完璧な水準と調子だったと称賛した。グラントのドクター風出演はツイッターで BBC が2012年8月5日の深夜に公開した。トム・ウォードは脚本の質の高さに惹かれて役を引き受け、彼の子供たちも番組への出演を喜んだという。グレート・インテリジェンスの声はイアン・マッケランが担当した。クララがガバネスを担当した二人の子供ディグビーと フランチェスカはエリー・ダーシー・アルデンとジョセフ・ダーシー・アルデンの指定が演じた。スノーメンはもともと第7シリーズの第4制作ブロックでの制作が予定され、コールマンの初出演エピソードとしても意図されていたが、本作よりも後のエピソードの撮影が優先され、モハットがクリスマススペシャル用の脚本を書いている間に、コールマンは後のエピソードの撮影を行っていた。 台本の読み合わせは2012年8月2日に行われ、撮影が始まったのは2012年8月6日からであった。撮影は BBC ウェールズの新しいスタジオであるロースロックスタジオで行われ、同スタジオで撮影されたクリスマススペシャルでは最初のエピソードになった。コールバンとスミスのシーンは8月21日にブリストルで撮影され、 雪の小道具が使われたシーンの一部は8月21日から22日にかけて、ブリストルのポートランドスクエアで撮影された。ブリストルが撮影地に選ばれたのは、ビクトリア朝時代の建造物が存在するためであった。ピックウッド曰く、彼の気に入ったセットは、ロンドンのパブの裏にある路地であり、オックスフォードにある16世紀の建物がモデルになっているという。撮影の際には、 ロケ地は塞がれ、偽の雪が振りまかれた。雲の上のターディスは、スタジオの床の霧とポストプロダクションの特殊効果により、完成した。監督サウルメッツスタインによると、雪だるまの外見に制作チームは、宿泊したという。最初に制作された雪だるまは子供向け番組、レインボーのものに似た、可愛らしいデザインになってしまい、より脅威を感じさせる、CGI の顔が採用された。 クララがターディスに乗り込むシーンには二つの斬新な撮影手法が採用された。一つはクララがターディスに入る際にカメラも同時に内装へ入ってターディスの超人間的な性質を示しているシーン。もう一つはターディスのコンソールを一周するようにカメラが動くシーンである。メッツスタインはこのショットを利用して外よりも中が広いターディスの性質をさらに強調しようとした。 放日する3本の前日勘の他に、キャストは、ソングトランキャロルズという大の広告ビデオに出演し、スノーメンの放送に向けて、BBC がビデオをアップロードした。ダンスターキーが、ストラックスとして、クリスマスソングを歌い、最終的に、キャストと周囲のスタッフが吹き出すという内容になっている。スノーメンの広告のため、3本の前日勘が公開された。スノーメンは、 イギリス時間で2012年12月25日午後5時15分から BBC1 で放送され、同日にアメリカ合衆国では BBC アメリカで、カナダではスペースで、翌日にはオーストラリアの ABC1 とニュージーランドのプライムで放送された。日本では放送されていないが、2013年11月23日からドクター風の 第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、Hulu で順次開始され、スノーメンは2014年に配信が開始された。イギリス国内での視聴者数は760万人を記録し、その夜では6番目に多く視聴された番組となった。BBC i プレイヤーでの視聴者数を含めない、最終合計値は987万人に達し、その夜では、 第4位に上昇した。アプリシエーションインデックスは87を記録し、大半のドクター風クリスマススペシャルを上回る結果を残した。BBC アイプレイヤーでの視聴数は146万7220回に及びクリスマスのアイプレイヤーの番組では最高の人気を博した。合衆国での視聴者数は143万人で18歳から49歳。 までの成人層での視聴率は0.6%であった。本作は肯定的なレビューを受けた。ガーディアン氏のダン・マーティンは、クリスマスの侵略者以来まさに最高のクリスマススペシャルだと述べ、本当に恐ろしいドクター風らしくもクリスマスらしくもあると称賛した。彼はクララの導入とバストラ、ジェニー、ストラックスの探偵団を高く評価した。イグンのマットリズ・レイは、 スノーメンを10点満点中9.4点と評価し、物語の運びにおいて陽気かつ魅惑的で、マスタークラスだ、伝統的なクリスマスの言及を爽やかになくし、輝く会話や豪華なセットのデザイン及び魅力的なキャラクター作りを選んでいると述べた。彼は、グラントとマッケランが十分活躍していなかったと感じた一方、コールバンのクララについては予想不可能だとして、 非常に肯定的であった。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、時系列の矛盾を感じながらも、グレート・インテリジェンスの再登場を喜び、本作のイメージや演出を称賛した。ただし、テーマ曲の新しいアレンジについては、オリジナルの脅威が失われているとして否定的であった。彼はクララには、肯定的であったものの、彼女が空から落下したシーンは彼女に外傷がなかった。 ため、現実的に感じられず、彼女の死に感動を覚えなかったという。SFX のニック・セッチ・フィールドは、本作に星4つ、半を与え、感情の力が再び窮地を救うというコンセプトが、劇中で言及される多くの物語に適切だと、考えた。彼は、ストラックスのコメディ、コールマン、驚くほど活用されていない、グラント、新しいタイトルシークエンス。 そして新しいタービスの内装に肯定的であった。彼はグレートインテリジェンスの再登場を気に入ったが、その脅威が明確には浮き彫りにされていなかったと批評した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスはスノーメンがシリーズの物語と直接つながっていることから、前年のクリスマスイブの奇跡よりも力強いエピソードだったと語ったが、2010年クリスマススペシャル、 クリスマスキャロルには劣ると述べた。彼女は本作が楽しめるものであると感じた一方、物語は駆け足で不完全だったと批評した。ザ・ミラーのジョン・クーパーは新しいドクターの一面が描写されたこととコールマンを称賛し、9代目ドクターに対するローズ・タイラーになぞらえた。しかし彼はキャラクター重視の物語がプロットに不利益を もたらしていると感じ、最終的に一貫した全体以上のアクションシーンや説明不足に苦しむクラシックなドクター風の構成だったと語った。彼は本作がカジュアルな視聴者向けではない可能性を指摘しつつ番組の50周年に間に合うようにファンに多くのことを提供していると感じた。デイリー・テレグラフのドミニック・キャベンディッシュは本作に星3つを与え、 期待していたほど恐ろしいエピソードでなかった点に落胆の色を見せた。彼はスミスの演技や雲の上のタービスに肯定的であった一方、彼はストラックスや数読のように複雑な脚本を批判した。本作はダーレク収容所やマンハッタン占領とともに2013年9号賞映像部門にノミネートされたが、 ゲームオブスローンズのエピソード、ブラックウォーターの戦いに受賞を譲ることとなった、スノーメンは当初単独で DVD がイギリスと北アメリカを対象に2013年5月に発売された。2013年9月には DVD とブルーレイディスクでそれぞれ第7シリーズの完全版ボックスセットが発売され、その中にスノーメンも同梱された。 2015年10月19日には、クリスマスの侵略者から、最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10本は、ドクトル・フー・ザ・ジュー・クリスマススペシャルズとして、再発売された。日本では、ドクター・フー・ニュー・ジェネレーション DVD ボックス3に同梱されて2015年2月6日に、DVD が発売された。スノーメント2011年クリスマススペシャル。 クリスマスイブの奇跡のスコアの一部が選ばれ、マレーゴールドの作曲として2013年10月21日にシルビアスクリーンレコーズからサウンドトラックがリリースされた。日本語版ではさて何の模様かな。日本語版では若い頃を思い出すよ。日本語版では昔の話だ。ありがとうございます。